guys! Welcome to TGK Lights Up TV! ということでね、今回はグローブ紹介していきます。イエイ！今回はこちらです。じゃじゃん！はい。最近ね、多分日本に入ってきたメーカーなのかな？ちょっと Amazon で普段見かけないメーカーを見たので買ってみました。エリートスポーツのゴールキーパーグローブ。モデル名はちょっとよくわかりません。はい、レビューしていきたいと思います。あ、すごい、ちょっと待っていいですか。まずいいポイント見つけました。だいたい皆さんってグローブ買った時のこういうケースでそのままキーパーバッグみたいな、キーパーのグローブケースみたいにしません？このグローブケース、もうちゃんとグローブケースです。ここベリベリがついててしっかりとした素材で、こんな感じでもうグローブバッグみたいな感じで使えるような素材です。これいいですね。あ、めっちゃいいな。今回6号買いました。で、完全にデザインで買いましたデザイン買いです。完全なる、じゃじゃーん、こんな感じです。もう派手なのがね、私何よりも好きなので、こういうのね、惹かれちゃうんですよね。ちょっと子供っぽいってよく言われるんですけど、もうしょうがないじゃないですか、好きなんだから。なんなんですかね、これドクロ、ジョーカーなのかな、ちょっとわからないですけど、ロールコンタクト、あ、全然これ違ったわ。はい、ロールネガティブって書いてあった。ロールネガティブ、あー、このパターンかあの今こう触ってたら、ここになんか硬いのがあると思って、これあれですね、あの後ろに突き指防止の骨が入ってるタイプのグローブですね。はい、硬い骨が入ってます。でもなんかこう曲げ伸ばししやすそうな素材、いいですね。もしかして、あ、これ後でやりますね。これ骨取れるタイプだ。ここにベリベリがついてて、ここにベリベリがついてて、剥がしてこう、ほら外せるタイプだ。いいね外せるタイプ好きです。私これついてるのあんま好きじゃないんで、とりあえずついた状態でつけてみますか。つけたかったらつけ、もう一回こう入れることもできますよっていう感じですね。はいはい。で、エリートスポーツのエリートと書いてますね。ちょっとグリップの種類とか忘れたんで、ちょっとここら辺に多分後で編集で付け加えますんで、ここら辺見てください。はい、カットはこんな感じです。ネガティブでロールしてあって、なんて言うんだろうな、なんかメーカーによってここの呼び方違うんで、まあ HO サッカーで言うと月光カットっていうのかな。あー、なるほど。入れてみた感想はすごく指細身ですね。結構なフィット感があるような感じで、こことここに切れ込みが入ってるんで、キャッチの形こう作りやすいですね。はい、親指はこういう感じで縫ってあるんで、多分中山生地もクリアできるような親指をしてると思いますね、ロールしてあるんで、こうロールした上でこう外で縫ってあるんで、ここですね。はい、親指はこう当たる感じもないし、多分ボールキャッチした時にも問題ないかなっていう感じです。中にシリコンは入ってないです。ただやっぱりこの外側にこの骨が入ってると、グーはやっぱしづらいです。今やってみた感じだから、パンチングとかすごいしづらいなって思います。ちょっと骨外してみましょうか。よくねあるんですよ、あのキーパーグローブ選ぶ時に、骨があるやつやっぱり使った方がいいんですかって聞かれるんですけど、個人的にはあんまりおすすめしないです。なんでかっていうと、やっぱりパンチングとかの形が作りにくかったりとか、もう子供の握力でそのパンチングの形、骨が入った状態で作るって結構難しいと思うんですよね。なんで私は個人的にはあんまおすすめはしてないです。
でもこうよく突き指しちゃうんですよねとかっていう人とかはあのいいかもしれないです。こういう骨が入ってるのは今骨抜きました。あ、なるほど。骨がなくなるとちょっとさっきまで入れた時はちょっとタイトすぎるかなって思ったんですけど、骨を抜くと割とちょうどいい感じになります。ブーパーもしやすい、うん、グーも作りやすい感じですね。こんな感じです。ちょっとかっこよくないですか。私もこういうのは本当好きなんですよね。こういうデザインが、こういう派手で他の人と被らないようなグローブが好きで、デザイン的にはもう TGK ポイント100点ですね。はい、じゃあちょっとあの私これから自主練動画撮りに行くので、そこでちょっと使ってみたいと思います。はい、ということでね、このいかついゴールキーパーグローブ使っていきたいと思います。まずボールキャッチした感じはミドルモデルのファームなので、そんなに何だろう、ペタペタした感じはないですが、あのキュッキュッキュッキュ言ってるのでボールストップする感じはしっかりありますね。ということでね、エリートのゴールキーパーグローブ使ってみた感想なんですが、まずねここの骨があの取り外し可能なのはありがたい。やっぱ好みがあると思うので、あの取り外したりできるのはありがたいなと思いました。あとはやっぱ TGK 的お気に入りポイントはデザインですよね。この独特な感じやばいよねこれやばくない？もうトラとかそういうのが好きな人だから、こういうデザインにはすごいあの高まる。黒に蛍光色とかもめちゃくちゃ好きやねでキャッチンググリップはそんなに、あのこれミドルモデルなんで、そのペタペタいったりとかワンハンドキャッチできてすげーみたいなグリップでは正直ないですけど、十分あのボールストップできるので、まあ、どちらかというと練習用向きなのかな、ミドルモデルなんで。でも全然試合でも使ってもらっても大丈夫なぐらい、まあ、クオリティは高いと思います。フィッティングも非常に高いですね。エレボスと比べたらどうだろう、まあ、手首のタイトさとかはエレボスの方があるけれども、あの指先のフィット感とかはそこまであの大差ないなって思いました。はい、そんな感じです。ぜひね、あの Amazon とかで多分買えますので、ぜひぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということでね、女性のキーパーコーチの方だったりコーチの方、女子サッカーの選手ゴールキーパーの方、ぜひぜひね公式の LINE アカウントもしくは、Twitter、Instagram ですね、フォローお願いします。はい、ということで、今回の動画はここまでになります。チャンネル登録といいねもお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya。 はい、グローブレビューどうでしたか。
はい、今回初めてのねグローブだったのでいろいろねレビュー久しぶりにしてみたんですが、また今度ねレビュー動画を上げようかなと思って、今グローブ3つぐらい準備してますんで楽しみにしといてください。でお気づきの方もいるかと思うんですが、はい、TGK ライトアップ TV 金曜日18時更新ということだったんですが、すいません、あげれませんでした。8月はね、キャンプだったりとか、まあ言い訳ですね、言い訳ですけど、キャンプだったりとか、クリニックとか、まあいろいろ、スクールの方もいろいろありました。あと、キーパーバトルですね、の準備とかもありまして、どうしてもね、撮影はね、やってるんですよ。5本ぐらい今溜まってるんですけど、編集はね、なかなかちょっと手が回らなくてでしてね、日本語おかしかったな。編集が回らなくてですね、ちょっと上げれませんでした。すいません。なんで、有言実行というか、お伝えしていた通り、グローブプレゼント企画やりたいと思います。イエイ。今回ですね、レビューしましたエリートの、7号のグローブ。こちらをですね、プレゼントしていきたいなと思います。そのままですね。なので、応募に関しましては、YouTube のチャンネル登録。そして、今回はですね、YouTube のチャンネル登録と Twitter の該当ツイートのリツイートとフォローっていう形で、この3点クリアした人の中から抽選で1名、グローブプレゼントしたいなと思いますので、ぜひぜひ応募してください。はい、ということで来週は多分予定通り上がるはずというか上げます。はい、ということで今回も TGK ライトアップ TV 見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。 See ya!